森吉はじさんこんこにちは日本サッカー協会公認 C 級コーチの下村拓二ですで。今回は2026年の北米でのーワールドカップに向けて、えーま、森吉さんとおの接点から人類史とお世界史を読み解くというテーマで メッセージを差し上げたいいと思いますこのメッセージも日本サッカーの哲学を語り未来をつくるというこれまでの私の活動の一環であるとともにカタール2022に向けてサムライブルーの皆様にサムライブルーのカタール2022の戦い方を まさに今始まろうとしている G7 サミット広島2023に結びつけ、えーえー、世界があさらに、えー、より良い場所お一人一人の個人にとって、えー、より良い社会、えー、となるために 今まさに世界が感性の法則を変えようとしている流れをぐっと引き寄せ、さらに力強いものにしていくと。その約束を果たすためのメッセージでもあります。森保さんと私は、 は森保さんが長崎県出身、私が広島県出身、さらに森保さんは広島県でサンフレッチェにおける選手、そして監督の活動に従事されてこられたと、どちらも被爆地であるという共通点があります。それがです、ね、今回のメッセージの2人の接点となります。 えー、前回、カタール2022を終えたとき、ク、えー、ロアチアの代表監督だったあをされているズラトコ・ダリッチさん。あダリッチさんは2026年のワールドカップまでク、えー、ロアチアの指揮を取られるということですが、あこのダリッチさんが、 あのまあ、インタビューに答えておっしゃったあ言葉が今でも耳に残っています。それはあ選手の皆様の,その、まあ、試合の環境が非常に過酷になっているということです。というご発言でした。もちろんあのファンはあレベルの高い試合を まあ、たくさん見たいという欲求があり、まあ、その機会はあの、まあ、チームにとっても、サッカーを続けていくという環境にとっても、まあ、経,済的なあの経済的に良いことがあるというのはあの、私は理解をしているんですけれども、まあ、ダリッチさんが、まあ、そう発言された背景には、 あのまあ、選手たち、選手の体にとって、ですね、それは選手生命にもつながると思うんですけれども、あの非常にハードなあの時代に入っているということをおっしゃってたんだろうなというふうにですね、私は受け取りました。えー ここでですねあの、そのダリッチさんの,あのインタビューで答えられたことと、お含むともにですね、えー、森保さんとシェアをしたい、えー、記事がありますので、ここで画面を共有させていただきます。でこちらの記事ですあ。ご覧になっていただけてますでしょうか。あこれはですね、 ブースバール .jp というウェブの、あのー、記事になります。2022年11月20日、あタイトルはインファンティーノ会長、カタールへの称賛と欧州への批判を展開。で、えー、森安さんも多分ご記憶にあると思うんですけれども、カタール2022のですね、前に、まあ、スタジアムの建設によって、 えー、その建設の労働者の皆さんのがですね、まあ、お亡くなりになられた方がいらっしゃるとか、給料がまあ支払われてないとか、まあ、労働関係は劣悪であるというニュースがですね日本でも報道をされてました。でそれに対して、ですねあのインファンティーノさんがご自身の視点からあの世界にメッセージを発信されたのが。あ 発信された一部がです、1つがです、ね、この記事になります。この記事、長いのでえ、該当する部分をです、ねえー、読み上げたいと思います。ここですね、えー。それどころか、西側諸国一部のヨーロッパの人々は、特にここ数週間、道徳的な教訓を指摘していると苦言を呈しており、一体我々ヨーロッパ人がこの3000年間、世界中でどのようなことを行ってきたかを考えれば、道徳的な教訓を訴える前に、 3000年分の謝罪をすべきではないだろうかと語るむしろカタールで大金を稼ぐ欧州の企業のうち過去に移民労働者への権利を訴えた企業はどれほどあるのかとも述べ利益が減るからという理由でそれを行った企業はない、えー、だが FIFA はそれを遂行したのだカタールで見られる発展はワールドカップというプレッシャーなくして決して実現しなかったものであると胸を張る そしてヒューマン・ライツ・ウォッチという団体の調査によればヨーロッパの移民政策のために過去8年間で2万5000人が死亡していると説明だが金銭的な保障を誰も求めなかったヨーロッパ諸国とは対照的に国境を開放しているカタールでは多くの人々がここで合法的に仕事を見つけ自国の10倍以上の収入を取得し家族の生活を助ける機会を与えていると言葉を続けた 一方的な道徳の授業は単なる偽善に過ぎない。カタールが労働条件の面で前進したことは人権団体には認められても多くのメディアでは認められていないというここまでがこのインファンティーノさんのメッセージの共有でした。先ほど、ダリッチさんの選手の試合の環境が過酷になってきていると。 でさらに、あーまあ、ヨーロッパにお住みのインファンティーノさん、ご自身が、まあ、ヨーロッパが世界にしてきたこと、3000年間してきたことに対して謝罪すべきではないかと。まあ、そういうあのメッセージを出していらっしゃるという事実。これらはですね、あのまあ、経済原理によって、あのまあ、長い間、あの世界が。 動いてきたあ実情に対して、えーまあ、それをですね、あのーまあ、よしとしない人たちが、あーまあ、ヨーロッパの中でも、あのー、現れているとで。そういう方々が、まあ、公の場でですね、まあこう、そういう発言をされていると。まあ、ダイレクトであったり、ダイレクトでなかったりですか。でここでですね、私が考えたいの。 は森谷さんと共有したいのは、やはり、えー、日本人の役割です。以前のメッセージでも森保さんにお伝えしておりますが、あ日本はあ人材育成ですね。人材育成という点で、まあ、独自の,です、ね、あの文化を持っていますし、でえーまあ、人々の心の中には、あ世のため、人のためという大義にあたる、まあ、マインドセットがです、ね、あり、 えーまあ、それはですね、あのまあ、まだ経済的な動機よりもです、ねえー、そういう世のため、人のためという動機によってまあ動くという人たちがまあ一定の割合い,いるで、それはです、ね、日本だけではなく、世界中にまあそういう方がいらっしゃるので、今まさに世界が感性の法則を変えようとしている。 という現実があるのだというふうに私はあの直感で感じ取っています。で、えー、そういう中で、えー、週末から、ま、G7 サミット、広島2023があるとおいうことは、まさに、えー、岸田文雄さんのリーダーシップですね、が、あにま期待がかかる。それは、あのー、 私を含め日本人の皆様だけではなく、世界中の核なき平和な世界を望む人たちにとって、えー、期待をされているというふうに、えー、私はあ感じています。森井さんはどうお感じになられていますか、えー 私は2023年の4月15日から17日まで、みんなの市民サミット2023に参加をしてまいりました。場所は広島の平和記念公園でした。で15日の夜、笠岡さださんの被爆者証言を直接ご本人からお聞きできるイベントに参加しました。そのイベントには海外からの参加者、 が過半数、大部分がですね海外からの参加者というイベントになってました。でその海外からの参加者お一人が笠岡さんに質問を、一つの質問されました。それは、えー、笠岡さんは被爆という非常につらい体験をなぜ、えー、多くの人の前で、まあ、お話をし続けられるのですか。 それに対して笠岡さんはキノコ雲の下で起きたことを多くの人に知ってもらいたいからですとお答えになられましたイベント終了後私は直接笠岡さんにお話をすることができたので笠岡さんに1つお尋ねをしました私は小学生のサッカーのコーチをやっています 小学生の皆さんに、笠岡さんからのどういうメッセージを伝えれば、笠岡さんの思いが叶うと思われますか笠岡さんはこう答えられました。原爆のことを自分で調べてみてください。私はこの笠岡さんの思いを受けて、 えー、今、共に育む教育カリキュラム、被爆者証言と原爆が日本に投下された理由を開発し、世界中に染み渡らせるプロジェクトを始めました。このプロジェクトは、あ共にこのもに育む教育カリキュラムを世界中の 学校の義務教育で取り上げていただくということを目標にしております。で、このカリキュラムに沿って学びをすることにより人類史及び世界の仕組みがその共に育む教育を 継続された方の記憶の中にとどまるとそういうカリキュラムとなっております。日本代表のプレイヤーとして活躍された中田裕俊さんがブラジルワールドカップを最後にサッカー選手を引退されて ましたで、えー、中田さんはあの、まあ、世界中を旅して、あのまあ、日本中を旅しされました。それは、ご本人のインタビューの記事を読みますとあ、日本を知るためだと。日本を知るためだというふうにお答えにあなられて、えー、おっしゃってましたが、私はそれは、 自分探しの旅でもあったのではないかというふうに感じております。私もそうですし、あの森谷さんもきっとそうだと思うんですけれども、人は皆一生かけて自分探しをしているのではないでしょうか。きっと日本作家の関係者の皆さんも2026年、 北米でのワールドカップに参加される選手の皆さんも日本サッカーを通して自分探しをされているというふうに私は推論をしております。私はその自分探しをし続けた結果としてフットボールシステムを手段とした手段の一つとした すべての人が幸せであり続ける地球を体現するというプロジェクトを、すべての人と一緒になって、えー、作り推進をしていくという活動をし、えー、その活動のを通じて、私の記憶の中には、あそういう物語を 私自身が歩み続けるための、まあ、情報、バックグラウンドとして、私が理解をした日本人類史および世界の仕組みが私の世界観の中に、えーまあ、インストールされているという状況になりました。でこれはあ以前、 森安さんにメッセージを差し上げている中にある、まあ、世界を飲み込む人材の一つのあ、まあ、形というかあ、要素というかあ、になるのではないかというふうに、えー、私は考えております。森安さんはどうお考えでしょうか。 私は2022年のワールドカップでサムライブルーが優勝するために、えー、選手に近い場で貢献することを大の人生の目標としてきました。2011年になでしこが優勝したので、えー、私の目標はですね達成できたというふうに自己評価をしてもいいんですけれども、やはりサムライブルーにも優勝をです、ね、勝ち取っていただいて、 ドイツに次いで世界で2番目の男女ともにワールドカップで優勝した国であり、男子においてはヨーロッパでも南米でもない大陸の国として初めて優勝した国が日本であると。そういう人類史は今まさに感性の法則を変えようとしている世界。 重、えー、の,の人たちにとっても、今あ、国家の予算を超える規模の財産をお持っている方も、非常に経済的に困窮されている方も、みんながあ自由で幸せ、食料とエネルギーに困ることもなく、 自分自身の健康は、まあ、自分自身でリーダーシップを持って管理をしていく。人生最高の免疫力を更新し続ける。そういう環境をエクシステムを一人一人が手に入れて、お一人一人が本当の自分からなりたい自分になっていくと。 そういう日常ですね、それぞれの文化圏がそれぞれの文化圏のやり方で体現をしていると。さらに、さまざまな文化圏を行き来する人も安全安心にさまざまな文化圏を体験することができる。 そういうあ地球を私は、私がですね、生きている間に、えー、体現をしたいという野望を、ここで改めて、えー、森谷さんと共有したいというふうに、えー、思っております、えー。きっと私のですね、あの共に育む教育、カリキュラムはあ、日本サッカーの関係者の皆様、 そしてワールドカップを戦う年齢別の、年代別のワールドカップを戦う選手の皆様に、その一人一人のペースに合わせて、世界を飲み込むマインドセットを獲得していただけるカリキュラムだろうと、自負を持っております。そういう観点からですね、ぜひ、 え、森保さんの代表監督としての活動にも、あの、貢献していけるというふうに、自己評価をしております。私のこの野望にご協力をしていただけることがありましたら、ぜひご連絡をください。では、ここまで私の メッセージをお聞きしていただきまして、どうもありがとうございました。あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの島村拓内でした。それでは、近い将来、2026年のワールドカップに向けての日本サッカーにおける哲学を語り、未来を作るという 会話をですね、直接森谷さんとさせて、できますことを楽しみにしております。それでは失礼いたします。